ダカールデザートラリー初級モードスポートで遊んでみた結果、やってくれ。こんにちは、ポン吉です。今回なんですけれども、ダカールデザートラリーの初級モード、カジュアルモードのスポートで遊んでみたのでレポートしていきたいと思います。と思ってるぜひチャンネル登録、いいねボタンよろしくお願いいたします。ダカールデザートラリーには3つのゲームモードがありまして、左からスポート、プロフェッショナル、シミュレーションの3つになってます。一番左のスポートは全ての要素で簡単になってて、特にこのラリーレードっていう遊びで一番肝になってくるナビゲーションのところがカジュアルで簡単になっているので遊びやすいんですね。加えて AI 社がライバルとして登場するので、普通のレースゲームのように楽しく遊べるようになってます。まずはダカールデザートラリーというゲームに慣れたい、あと難しい、煩わしいことは嫌だけど雰囲気とね、景色を楽しみたいというプレイヤーはスポートを選ぶといいと思います。真ん中のプロフェッショナルモードは全ての要素がほどほどに難しくなってて、特にナビゲーションのところ、車を誘導してくれるところですね。このラリーレイド、ダカールデザートラリーの醍醐味を楽しめるようなゲームモードになってます。ダカール18を遊んでてよく知ってるよとか、ラリーレイドっていうものそのものをよく知ってるよという方はこのプロフェッショナルモードから始められたらいいかと思います。まあ、やってみてね、難しすぎるなと思ったらスポートモードに切り替えたらいいと思います。最初のガレージに戻ったらいつでも自由に切り替えられるので、ご自身のスキルレベルに応じて選んだらいいんじゃないかなと思いますね。一番右のシミュレーションモードは、まあ、これからね解放されることになると思うんですけども、まだ遊んでないのでちょっとわかんないんですけど、まあ、楽しみですね。これからが楽しみ、解放されるのが楽しみなモードになってます。雰囲気を楽しむのならスポートモード、ラリーレイド、ダカールラリーの真の魅力を味わいたいのであればプロフェッショナルモードを選ぶことになっていくと思います。プロフェッショナルモードのレポートも近日中にアップして概要欄の方にね載せておきたいと思います。よろしければそちらの方もご参照ください。では初級モードのスポートモードをゲームパッドで遊んでいきたいと思います。ロケーションはダカールクオリフィケーションズ、ダカール資格証明みたいなニュアンスですかね。ちょっと英語わかんないですけどPC、Steam 版はですね、最初の発表では日本語全対応になってたんですけど、発売日に覆されて、日本語は影も形もありません。影も形もない。プレイステーション版では日本語のテキストはつきますけれども音声はつかないという発表になってるみたいですね。いや、このゲームね、ナビゲーターの言うてることを聞きたいので、日本語音声が聞けないというのは、まあ、かなりの痛手ですね。ゲームの面白さという意味で英語分かればいいんですよ。分かればいいんだけど分かんないので半減しちゃいますかね。さあスポートモードなんですけども、 AI のライバル者いますね。これを抜いていきますね。抜いていって、まあ、最後に1位になればいいっていう感じなので、結構早い、結構早いな。まあまあ飛ばしてるんですけど結構早いですよ。コースなんですけれども、コースは一緒ですね。プロフェッショナルモードと一緒です。なんですけど、プロフェッショナルモードだと右下にねフェイスノート、コマ図が出てくるんですけど、それは出てこないで上のところ、上のところにコマ図みたいな、そういうの出てきてますね。フェイスノートのいろんな情報がアイコンになって出てきてますね。これを見ながら走るということになってます。あと下に地面にもね、こっちに行きなさいよっていうラインが出てますよね。それとあと黄色の円柱状のチェックポイント、これを頼りに走ってます。結構これシビアですよ、運転シビア。割と挙動を見なされることが多いので、荷重バランスを自分で考えながら、あんまりフロントに荷重が乗ってしまうとかそういうことがないように、アクセルとブレーキをコントロールしないと難しいっていうような感じですね。そこのアシストはなかったんじゃないかな。あと着地も、着地も難しい、着地も難しいですね。ちゃんと着地しないとバランス崩して転倒みたいになることもよくありますね。さあこの車トップですよ。これを抜いたらトップに躍り出ることができる。カミオンは関係ない、カミオンは関係ない。今右に出てる小さい寄りにですね、あの車を抜けばトップに立ちます。今トップに立ちましたね。トップに立ってる。だ黄色のチェックポイントを過ぎて、このジャンプが怖い。ジャンプした後地面がない。地面危ない。危ない。さあこのジャンプ怖いですよ。ジャンプした後地面がない。さあ右ヘアピン、右ヘアピン。さあ上にコンパス出てますね。ビーコンが出てる。ビーコンを追いかけてます。さあ右折。さあビーコン追いかけてますよ。さあまっすぐ行け、まっすぐ行けですよ。
左折、この左折わからんかった、この左折わからんかった、これやばい、抜かれへん、抜かれへん、あ、抜かれてる、あ、抜かれてる、今左折わからなくてミスしてる間に抜かれちゃいましたね。いや面白いなAI 結構早いですよこれ。え、優勝、え、なんで1位優勝なんでいや抜かれたんですけど、今抜かれたよね、なんか知らんけど優勝しましたなんか知らんけど優勝しました。まあなんかクラス違いとかそんなのがあるんでしょうね。私の選んだ車のクラスでは優勝したということですかね。こういう詳しいこともね、おいおい分かってくるんじゃないかなと思います。はい、今回ダカールデザートラリーの初級モードのスポートモードを遊んでみたんですけども、実は前作のダカール18の初級モードは上に出てるビーコンの矢印を追いかけていくっていうだけのね、ちょっと面白みの欠ける内容だったので、まあ今作でそこを払拭するためにレースゲームしちゃったのかなという気がしましたね。ダカールラリー、ラリーレードの楽しさっていうのはまあこういうことではないので、まあ賛否すごく分かれそうな感じではあるんですけども、レースゲームとしては悪くない、面白い仕上がりになっているので、楽しみながらダカールデザートラリーっていうゲームに慣れていくにはいいんじゃないかなと思いました。はい、次回はプロフェッショナルモードでダカールラリー、ラリーレードの真の魅力を伝えていきたいなと思います。それではよかったらチャンネル登録していってください。また次の動画でお会いしましょう。ほらまたね。いやこれ全然悪くないよ全然悪くない、いや面白いですよこれ、面白い。むしろこっちの方が好きまである。好きまである。